ピーター・バウマンは1971年にエドガー・フローゼ、クリストファー・フランケと共に先駆的なドイツの電子音楽グループであるタンジェリン・ドリームの核となるラインナップを形成した1977年にソロ活動を開始レコードレーベルプライベートミュージックを設立している2000年代初頭からは人間の状態に光を当てる科学と哲学の 取り組みを研究し促進することに時間を費やしてきた。ピーター・バウマンは1953年にドイツのベルリンにて作曲家の父と女優の母との間に生まれた。8歳の時にベルリンの壁が建設され、バウマンはベルリンのアメリカドイツコミュニティスクールに入学して英語を学び、初めてアメリカの文化に触れた。14歳でカバーバンドに参加し、 G.I. クラブで演奏した。その後、1971年に18歳で、クリストファー・フランケと出会い、元オルガニストのスティーブ・シュローダーの代わりとして、タンジェリン・ドリームに加入した。2年後、タンジェリン・ドリームは、バージンレコードと契約し、レーベルでの最初のアルバムとなった、フェードラがメロディーメーカー氏のチャートで、トップ10売り上げとなった。このレコードや、 その他のレコードの成功を受け、タンジェリンドリームは8年間にわたって世界ツアーを行った。彼らはまた映画のスコアにおいても成功を収めた。バウマンは1973年にタンジェリンドリームを一時的ながら2度ほど離れていた。最初は1973年に、そして再び1975年に、ミヒャエル・ヘイニッヒをオーストラリアツアーの一時的な代役として残した。 1977年、バンドの最初の米国ツアー終了直後の脱退は最終的なものであり、その後の短いソロでのキャリアをもたらした。1980年代に彼は一般的にニューエイジミュージックと呼ばれるスタイルのインストゥルメンタル音楽を専門とするレコードレーベルプライベートミュージックを設立した。レーベルと契約したアーティストにはヤニー、パトリック・オハーン、 ジェリー・グッドマン、スザンヌ・チアーに元バンドメイトのタンジェリン・ドリームが含まれている。1996年、レーベルはウィンダム・ヒルレコードの親会社である BMG に売却された。BMG はより成功したアーティストのバックカタログの一部を引き続き配給している。彼の音楽キャリアに続いて、ピーター・バウマンはサンフランシスコに移り、2009年に バウマン財団を設立した認知科学、進化論、哲学の文脈で人間であることの経験を探求するシンクタンク。財団は科学研究を促進し、科学者、瞑想者、一般大衆の間の議論を促進するイニシアチブを組織することにより、人間の状態についてより明確にするための基本的な使命を追求している。 バウマン財団の主な発信源となっているのは beinghuman.org である。これは、行動経済学、認知神経科学、進化心理学、遺伝学、人類学、哲学などの分野における現在の発展が人々の体験を理解するのにどのように役立つかについてグローバルな会話を呼び起こすために設計されたソーシャルウェブサイトである。 2012年には、サンフランシスコのパルス・オブ・ファイニアーツで開催された、国際的な会議である、ビーイング・ヒューマン2012を講演し、神経科学者、哲学者、進化論者、瞑想の専門家を集めて、人類の性質に関する公開カンファレンスを行った。バウマンは、マイケル・ W ・タフトとの共著となる2011年の、書籍、エゴ、ザ・フォール・オブ・ザ・ツ・イン・タワーズ・アンド・ザ・ライズ・オブ・ワン。 エンライテンドヒューマニティの共著者である。この本は、神経科学、進化生物学、及びその他の科学分野の新しい研究に基づいて、人間のエゴの起源と歴史、及びアメリカ同時多発テロ事件の進化的意味を調べている。バウマンは1983年からアリソン・バウマンと結婚しており、3人の子供がいる。いくつかの不動産及び、 天然資源会社のディレクターを務めている。バウマン財団の設立に加えて、彼はカリフォルニアインスティチュート・オブ・インテグラル・スタディーズの理事会に参加し、マインド・アンド・ライフ・インスティチュートのフェローを務めている。1978年のバウマン・コークというアルバムは、ピーター・バウマンによるコラボレーションであると信じられている。アルバムはドイツ語で、音楽は1970年代初期の タンジェリンドリームに似たスタイルであり、TDMEM という楽曲が収録されている。これらすべてにもかかわらず、アルバムは実際には、ボルフガング・バウマンとエタ・コエックという二人のミュージシャンによって作曲され、ピーター・バウマンとは一切関係ないとされている。2001年、ピーター・バウマンと呼ばれるミュージシャン、技術者が、ランディングというバンドの EP、オーシャンレスにおける、 オーディオエンジニアの仕事でクレジットされており、2005年にはブロケードというクインテットのメンバーとなっている。しかし、これは別人でかなり若い無関係なピーター・バウマンである。ありがとうございます。